40万人感謝の突破記念でしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、まあ、全部無料でできることなのでぜひ、はい、もう3名様当たりますので、はい、ぜひゲットしてみてください。よろしく。一個はもう僕がこうやって好き放題もうこんな感じでやっちゃってるんですけど、はい、それでもいい方はご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしく様。ドゥ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 、映ってもうてんねん。おい、豚麺大食い対決。豚麺の大器、豚麺大器、豚麺60個ございます。まあ、見てもらえば分かるよね、この音ね。すごいだよ、ほらほら、もうすごい。今日戦っていただくのはいつもの3人でございます。いいんだよ、いつもの3人でいいんだけど、結局俺とターボーだもん。まあな、何言ってんだこの勝負だもん。見たいのはちげえだろ、リスナーさん見たいのは。こいつがさっきジャンプリじゃん。こいつちげえ。じゃあ今日勝てんの？勝てる。じゃあ今日負けたら引退でいこう。いいよ、引退しちゃう。あ、言ったな。こいつ引退多すぎる。何回引退すんの？こいつに引退っていただくことで重みないんだよ。確かに、本当だよ。やっていきましょう。めっちゃ量入ってる、見て。めっちゃパワー。え、こんな量？お前の拳で何も見えん。いただき。おい、うえー、どうですか？5個でいいや。5個でいいんかい。え、ちょっと弱気すぎる、あの大輝が。大食いの中でね。え、誰なん？次は何？ブラッキーバージョンいきます。うぅ、うまそう、うまそう。一口。ちょっと待って、まだ硬くないそれ。硬い。やば、硬そう。あ、ああ、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 食レポの王ですから、俺。はい、見てください、このレゴブロックを思わせるかのようなこの可愛い豚。いっぱい完食しました。あ、もっと完食。さあ、皆さん、うわ、2個、早い。タボチ作戦1、始動。お前ら、今日のな、豚麺対決で一番大切なことを教えて。殴ってる。 Wi-Fi のちょっと環境悪い、これ。ちょっと一気に食ったから、チェックで。お湯を入れるのがとても大変な状況なんだ。だから、早く食いすぎるとな、持て余すだろ、時間を。はいはい。そして、お前らは今、スープを捨てたな。俺はなんと、この余ったスープをここに入れることにより時短ができるというのだ。おい、やってるやってる、横のやつ。横のやつすぐやってる。 お前やるな、すぐ奪うな、俺だって。強兵3杯完食、大輝2杯完食、ターボは1杯完食。マジ4杯完食。おい、ターボ2杯完食。ははっ、やべえやついる。強兵さん早くも5杯完食。やば、6杯完食。7杯完食。5割。どうすか皆さん、豚麺の方は。まあまあまあ、なんか豚の気持ちになれるな。どういうことやねん。だよね、うん、俺もさ、豚の気持ちになってみたんだけど。お前ずっと豚の気持ちだろ。白豚だよ。ホワイトピーク。あっつー。あー、この企画に合わせて裏方に接してくれているのに、いつもありがとう。大丈夫か。よし、はい、3杯追加だ。ありがとうございます。お前マジ水欲しいな、やべ。じゃあ、持ってくる、持ってくる。飲め飲め。みんなが飽きて、みんなのペースが落ちる。こうなってしまったらもう俺の土俵だって言ってるんだ。そのお茶、2ヶ月前からある。うっ、マジやばい。あ、あそこにあるやつ。やばいって。嘘です。2019年9月22日までいってあるだろうが、お前は。飲め。なんだよ、もう疑うことをしてるよ、お前は。やばいじゃん。それだからお前、架空請求引っかかるんだろ。お前、せいだよ。あ、俺か。見てる皆さん、結構量ありますよ、これ。まだまだ余裕だよ、ほんまに。7終わり。7完食。5杯終わり。5完食。9終わり。9完食。ノリさん、持ってきてほしいものがあるんですよ。お、俺もここで作戦発動してほしいものがある。終わり。なんでわかんだよ。持ってきたぞ。ああ、見してみろ。これって言われたんやけど、一個もなかったぜ。うえー、作戦失敗。残念だったな。お疲れ。ギブアップします。おい、10杯完食。早い。やべ、マジいけ。本当にすごい。11杯完食。はい、終わり。8杯完食。はっはっは。
お前ら二人見せてやる。これが俺の雑草だ。今日俺がこのスポーツ聞いたら、この三人の女神がいるんだ。何？ん？キュリア、マーキュリー、サンドバットだ。サンドバット。キュリーつけ。いるよ。おやめの神。ディアンケド。ミレレ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 レ10杯完食。5時間かかるよ。いらねえよ。食ってー。もう俺さー、なんかもう大食いやってないからさー、分かんないんだよね。行けばいいじゃんって思っちゃうもん。分かってないわこいつは。今カチンときました。私は。ああそう、この発言に。ああ、じゃあそれで言ってくださいさ。ああちょっといいね。おー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 もう5時間かかるんだよ。いつもね、俺ら頑張ったよな。もう俺顔がこうなってる。リバースしそうだもんって今俺。そう、君の目の前に流れる広く大きな川だ。暗く深くても流れ速くても。なんで踊れてんの。リバース、リバース。あ、そういうことか。リバー、リバーや。そんなにお腹触って。今チャプンって言ったでしょ。あトクンって。ほんとだ。トクンって。11個目完食。11個目完食。おお、どっちもさ、12個目に差し掛かります。汚ねえ花火だ。これはあの、ベジータのものです。お前をするリボン。リボンのものね。汚ねえ花火だ。遊び出しちゃう、お腹で。いや、お前もう食えない。食えない。12個完食来ました。トレセパンか。ターボ、ごめん。俺、ほら、もう無理だ。でもカビゴンにしか見えないから。俺はギブアップ。大輝さんギブアップ。終了。まさかのガチで恭平とターボーの一騎打ちっていう。じゃあ、じゃあ今日俺マジできつい。俺やばい、俺今日本当にもう無理なんだね。ほんまに無理。やべえ、競泳なんかこうやって追い上げてきた、こいつ。え、お前結構バケモンだな。結構回復した？ん？結構回復した？うん。なんかうずんだけど、すかしてんだけど。すかしてんだけど。なんか競泳覚醒してね、こいつなんか。え、強すぎない？途中腹パンとかされてたのに。やばっ。なんでこんな食えんねや。これが競泳のやり方かもしれない。お前まさか。え、13個完食。よし、ギブアップ。えぇ、うん、ギブアップ。ギブアップ。カチコのバカジラ。さあ、ここでジャッジタイムでございます。ここでターボーさんがリタイアをした瞬間に恭平さんの初優勝が決まります。いや、マジ強い恭平、今日マジです。12杯目食べますか。これを決めるのはやっぱり僕の胃袋である。ストマックちゃんとちょっと相談する必要性がある。なるほど。ストマックちゃん、いけるかお前。ちょっと正直もうきついかも。気持ち悪すぎない？ストマックちゃんの気持ち悪さ異常じゃない？お前の気持ちもわかるけど、ただ俺はやっぱり大食いチャンピオンとしてのプライドがあるんだ。まあすごい、それはそうだよ。だから何としてもここで食わなければいけないんだよ。そうだな。まあターボーは結構しっかり喋ってる感じだよね。そんなこと言われてももう昨日の日はもうキャパオーバーなんですよ。そもそもあなたがチャンピオンだからもう私にとっては何も関係ない話で、最近めっちゃ喋るやん、ストマックちゃん。最近なんかめっちゃ喋るやん。すげえ切れてるやん。ギブアップ。ギブアップやないかお前。ギブアップ終了。よっしゃ、勝った。13個完食で恭平初優勝。え、12、12、13でしょ。11。だから結構拮抗してるじゃん。ああ、だから俺らもマジで負けたくなくてさ、超頑張ってたじゃん。ああ、超頑張った結果でもこいつに及ばなかったってことでしょ。多分得意あるわ。やっぱ目が最高あるね。マジで強っ。お腹がすっごい出てる、ね、すごい出てる。すごく強い。すげえな。わはい、ということで恭平すごいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。恭平初優勝おめでとう。あった。いやー、強かった強かった。それでは次回の大食い対決でお会いしましょう。おい、バイ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 。
間覚悟でぶっかまして混ざってる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ、 Yeah yeah yeah